負けられない戦いがここにある。ゆたりんチャンネル始まるよ。ゆたちゃんしのと一緒に見たいね。ゆたりんチャンネル。ゆたりんチャンネル。はい、どうも皆さんこんばんみ、ゆたりんでございます。今日はですね、まあ、また降臨最終日ということで追い込みをねやっていこうかなと思います。でね、まあ、今回ちょっと特別なんですけど、この動画が配信されてる頃にはもう発表されてるとは思うんですけども、トップランカーに君臨してる三輪さんですね。この方がね、まあ、今回、まあ、引退というか、卒業されるという話になりましたので、まあ、今回はね、この三輪さんを追っかけて、ちょっと無理くりにでもね、追い込み配信をね、やっていこうかなと思います。ああ、スペさんも三輪さん、お覚悟をやってますね。一応今僕は45位と、あ、鍋さんも同じコメント。一応ね、今646回ということで、挑戦回数は2回残してますんで、まあ、あとはどれだけルビーを割るかで、どこまで上がれるかなぁ。あ、ま、な ?46 位。一つ下がったか。さっきないんだっけ。なんとなく下がった気がする。まあ、まあ、いいや。ということでね、今回はやっていきますよ。どこまで上がるかなぁ。お、タピオカさんも宮尾さんの格。どん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 皆さん、三輪さんお覚悟、配信に向けて、コメントを書いてもらって、あざすあざす。よし、やっていくか。一応ね、今、の病患がね、結構きついんですよね、今回ね。1586万っていう病患。一応ね、トトをね、無理くり90まで、あげたんで、で、トトの杖使ってね、一番火力が出るような形にしましたんで、まあ、これでやっていこうかな。アーティファクトはこんな感じ。一応ね、ヒエラルキーをね、1個入れてます。まあ、1個っていうかね、ドロップ頻度上げると。一応今回からね、省電力モードオフをね、やり始めたんで、まあ、これによってね、かなりサクサクになりましたね、やっぱりね。で、まあ、結構クリタマダメージも馬鹿にできないなっていうことで、ドロップ頻度上げるものと、あとは、クレオパトラ？クレオパトラだっけか。だね、クレオパトラもクリドロアップという形の編成をとって、挑戦していきましょう。どこまで上がれっかな。まずは自然回復分消化していきましょう。もう今回はね、宮さんに追っつきたいんだけど、宮さんもかなり今回ね、最後っつうことでね、終わってるんでね、どこまでいくかな。まあ、160はもう最低ライン、割っていこうと思ってるんで、あ、でも意外と、ドロップしねえな。一応ね、この戦法もね、三輪さんに教わった、この栗玉をね、一番多く消せる戦法をちょっとこう斜めにして、右下に、玉ちゃんを貯めてね、消していくっていう戦法を使いながらね、今回はね、やってましたんでね。まあでもこのやっぱ省電力モードをね、オフオンの切り替えをね、忘れる時があって、何回かロスはあるんですよね。で、かつ最初のね、2回ぐらいはね、下僕編成を間違っててね、やってたんで。まああれがなければもう2、3回変わってたかもしれないんですけど、それがどう響いてくるか。あと1体、あと1体。あ、無理か。8回か。きついな。あ、でも栗玉1億ぐらいしか出てねえか。
やっぱりやめようかな。やっぱりやめようかな。外して、アテナの槍。これで秒間が、こっちの方がいいかな、やっぱりな。まあ、1600万届かないぐらいで。36位まで上がったと。654。次も8上がれるか。662。662まで上がると、お、ボボさんも、ミヤさん、おかぐ、タピオカさんも並んだね。次で662が多いな。3人いるか。ちょっと、まあ、実はね、このね、上から行くと、まあ、もう、あれか。ボボさん、タピオカさん。で、スペード師匠さん。で、僕。鍋さん。ここのメンバーはね、まあ実は、美輪さんに動画をね、個人的にプレゼントしたんですけども、まあ彼らにも協力いただいてね、まあいい動画が撮れて、プレゼントした仲間なんですけどね。まあちょっと僕の個人的なね、あれで選んだ方々なんですけど、あれだよ。個人的な独断と偏見だね。今一瞬ね、言葉出てこなかったんだけど。まあ彼らのおかげでいい動画が撮れて、ね、いい動画をね、送らせていただいたんでね、本当ありがとうございます。で、まあ彼らもね、まあ宮さんの最後って知ってるんで、まあちょっと張り切って頑張ってやってるような感じですね。よし、もう一発まず行くか。まずね、自然消化分を消化して。もう一回、8回上がってくれれば。この階層でもね、129万出てるんで、栗玉は。まあでもね、これ以上ちょっと下僕のね、火力を上げるアーティファクトがないんで、にゃんこを上げたところでイスタシャイスね、今ね一体、あ、ごめん、イスタシャじゃねえ、バステと一体の火力を上げたところで大したことはないので、だったらクリタマの方がいいかなというようなね、編成を取ってる。あ、やっぱり662で止まるな。あ、でもギリか。あ、行くか。ちょっと微妙。あ、やばいなぁ。行くか。行け。倒せ。ちょっと待って。この段階で7。7回か。やっぱ今回きついなぁ。下僕が揃ってない。とりあえず1回もルビー割らないで661回と。で、次も7上がったとして、668。おう、ちょうど、ボボさんとタピオカさんに挟まれるね。これはもう早々に終わっていきましょう。でね、もうね、岩手はね、寒いんですよ。もうね、指が動かない。一応ね、この動画を撮るにあたってね、もうストーブを焚いてます。じゃないともう指がね、回んない。それで、これぐらいのスピードで消せていけてると。かなりヌルヌルではあるね。これがどこまで差が出るか。前回の降臨の方がね、栗玉、良かったんだよな。調子良かったんだよな。あー、やばい、疲れてきた。やっぱり3発連覇はきついね。で、かつね、こうサクサク消せることによってね、より負担がかかる。もう1回無理だな。660回。よし。また7回上がりましたとは。
1割で18位。次は、うわ、追っつけねえな。全然まだ50回近く差が、あ、じゃないのか。50回の差はちょっとやばいな。レベルが高すぎる。あれ、エロ玉さん上がってきた。てかみんなもうやり始めてんの？ん？エロ玉さん、あ、越してんのか。そっか、越したんだね。7回上がってるとかあれ越したんだ。すごいね、ここ3人並んだからね。ボンボさん、スペさん、タピオカさん、綺麗に並んだな彼ら。これはね、いいショットを取れたね。で、次も7、6と見よう。6、7、4。これでもね、まだ10位内は入れないからね。まあでもね、もう余裕で割ってきますよ。この動画はね、三輪さんに捧げますから。いやー、本当に寂しくなるね。もうね、ツイッター上ではね、毎日三輪さんのツイートを見るのがね、日課になってたんでね。それが見れなくなるっていうのは、非常に寂しいことではあるんですけど、まあでもね、彼女は彼女の夢がありますんで、まあそれを、ね、後押ししてあげるっていうのが、まあ、僕らのやるべきことなんじゃないかなと思ってね、やってますんで、頑張ろう。この動画選別じゃ。ちょっと腕が痛い。きつい。乳酸めっちゃ溜まっとる。たまちゃんが消えすぎるのも過酷だよね。あと1回上がれ。あと1回上がれ。頼む。頼む。きついか。痛い。よし。よし、7回上がった。ってことはもう次から6回だね。うわー、きつい。さあ、これで12位。これで12位。はー、次が6回。はぁ、6、8、1。とりあえず周りが動かなければ一旦10位にはなるか。そうかそうか。でもみんな上がってくるからね、絶対最後で抜かれるわ。700回すらいかねえな。やったね、みやさんね。メイジェと入れたよ。これで1391。まあ、トップに君臨するメジェと。いやー、かわいいね。あ、でもラー入れてんだな。15人か。アトム、バス、アンヌ、トトまでは入ってる。あれ、やっぱりイシス。で、ネクベト、吸血、無邪気、ネクベト、感染、イシスは持ってないので、まあ、順当な選び方なのかな。ラー入れたけど、なんま秒間上がんなかったんだよね。で、パワータイプだからね、ちょっと微妙かなと思って、今回は。CO さんも入れてないもんね。いや、そう、オシリスをね、入れたかったんだけど、今回僕は、レベルを上げてなかったので、入れません。まあ結構いい下僕で言ってるっちゃ言ってんだな。で、次で40割。3発目。いきましょう。5回連続きつい。こんなに過酷だとは思わなかったな。いや、酒飲まんかった方が良かったな。乳酸溜まりやすいわ。でもかなりサクサク消せてるでしょ。こんなぬるぬるで。ヤバタン、ヤバタン。
やこのね、この戦法ほんと三輪さん様様だわ。ありがとうございます。この思いを背負って僕はこれからも僕コロ頑張っていきますので、三輪さんは精一杯、まあ、あえて言わないけど夢に向かって何になるっていうのは、あ、まあでも喋ってるのかな、まだね、どういう風に発表してるかわかんないんで今はね。いや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 、痛い痛い、ミュウさんがやばい、早く終わってくれ。多分これ倒せないっしょ、無理っしょ。よし、6回次も6いけるかな。681回、これで10位と。次6回いけば8位。めっちゃきついわ。あー、下僕揃ってないとマジできつい。まあいい編成にはなってるはずなんだけど。セータンさん、やっぱ感染イシスだよね。これがいないのがでかいわマジで。みんな入ってるもんね。ミワさんは感染イシス外したの？外してメジェドにしたのか。どうだっけ？みんな持ってるもんや。これ人権だもんな、完全な。まあ、吸血無邪気もしかりか。そんな、限定キャラいなくても俺はやるんだよ。ルビーさえ割れば、上位に入れるんや。よーし。6回上がるかな。6回上がれば6、8、7だね。よーし、よし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 。頑張れ頑張れ。皆さん頑張れ。俺も頑張れ。クリタマ落ちてこねー。クレオパトラ、頑張れ。お前にかかっとるんや。10個違えば1299万違う。イシスの火力まではいかないけど、なんだよ、イシスは俺の推しキャラなんじゃ。あと1回いくべ。8秒7秒、いけるいけるいける。よっしゃよしよし。6回、マジ体力使うわ。てかあぬけと超強えな。トトがあんまり、トトがあんまり3番目か。外してんだなぁ、多分。バステトも、バステトの、なんだっけ、杖だっけか。あれは持ってるんで、火力は上がってんだけど、ケツの方なんだよね。で、90にもなってないし。外してんだな、多分なぁ。ということは、まあ、いっか。どうせ5回は5回だ。これでとりあえず8位まで上がってきたよと。次5回上がって上7、まあ1つしか上がんないね。しかし俺はやる。これは最低ラインじゃ、160なんて。でもちょっと休憩したい。ちょっと休憩したいんだけどさ。まあ、でも5回は5回で変われねえか、そんなに。クリタマ消したとしても。あんまりもう力を込めないで、撫でるの。でも意外と力を込めないでやった方が、消せる説ね。意外と消せてる気がする。力を込めない方が。まあそういうもんなんだよね。あんまり力みすぎるとダメですから。何事も。やっぱこれいいね。この、右下に溜めていく戦法。全体に広がらないんですよね。仮にクリタマが、敵を倒して、使った時も、右下に落ちてくると。これはいかない。
ぱり5フロアと。よし、これで次も5かな。おー、7位だ。でもね、実際これ撮ってんのさ、まだ22時20分とかなんで、絶対追い抜かれる。次で5。うわぁ、きつぁ。並ぶまでは行きたいけど、ということでね、お買い物してきます。チャンネル登録よろしくな。いやー、降臨のためにルビー買うってやばない。こんなバカいないでしょ。言うてもあと2回しか割れないよね、これで。知るかボケ。今回もやるって決めたからね。まあ、これで5回上がりてえな。でも多分この次はやったとしても4回なんだよね。5回ずつ上がってくれれば一番いいんだけど、さすがにもうきついね。多分ね、宮さんはここまで割ってるはず。320。それでどこまで差が、まあ、しかも最後の自然回復でメジェド、すんげえなまったけどメジェド、メジェド3回いったわ。メジェド入れてるから、メジェド連呼だな。メジェド入れて、あの回数ってことでしょ。実際はもう1回2回上に上がってるはずだから。そう考えるとやっぱり強いね。とりあえず5フロア、今回も上がれたと。6、9、7。次で602回。いっちゃれボケ。めっちゃ割ってる。こんな割り方初めてだわ。いやー、ハロウィンガチャどうしよっかな。ここ数日動画、まあね、普通にガチャ引いて動画撮ってもよかったんだけど、まあその三輪さんに送った動画の編集をするためにね、あのちょっと時間を使ってたんですよ。まあ日曜日もちょっとやっぱ昼寝しちゃってね。なんでしょう、12時半ぐらいから5時ぐらいまでやっぱりね、昼寝しちゃうんですよね、最近ね。まあ、そのロスもあってね、ちょっと編集に時間がかかってしまって、で、まあ、ツイートでね、ここ数日お休みしますっていうことにはしてたんですけど、まあ、それの復帰動画が美輪さん選別動画とは。よし、702回。702回まで上がってきたぞ。よし。でも次ってさ、やば、もういっ。チャンネル登録、よろしくな。今日の俺は止まらないぜ。言うてもこの次はもう無理だからね。これが最後です。よっしゃ、いったれ。着実に近づいてますよ。三輪さん、おかくの。手前まで来た。あなたに並ぶことはできなかったけど、先に言うけど、並ぶことはできなかったけど、俺頑張ったよ。最後の最後で。いやー。まあでもこれで一瞬だけどアベックにはなれたと思うんで、まあそこをスクショして終わりかな、今回は。後ろから迫るユタリン。
でもね、次割ると割れんの2560? そこまで割るのはさすがに無理だ。2万で足りねえからね。無理ですと。いやー、もうちょっとだけ僕揃ってればなー。もうちょっと上行けたんだけどなー。多分次割ったとしても4回しか上がんないしね。うわ、2560。割るわけねえだろ。来たよ。次、まあ、割らないからこそ言うけど、次で5回上がれんだったら割りたい。並んでね。それで三輪さんゴールになる可能性があるから。まあ、これをスクショだね。はい。スクショして、終わりたいと思います。はい。ということでね、三輪さん、大変お疲れ様でございました。まあ、もうね、お渡しした動画で何回もそういう話はしてるんで、あれなんですけども、まあ本当に、三輪さんには癒されて楽しませてもらいました。この僕頃生活。本当にね、いなくなるのは寂しいんですけども、まあ、三輪さんの思いを背負って、これから僕たち、僕コラは、頑張っていきますので、三輪さんもね、夢に向かって、突っ走って、頑張ってください。僕ができるのはこの程度しかできないです。こんなちっちゃいことしかできないけど、少しでも励みになればなと思っておりますんでね。よろしくお願いします。で、まあ、ちょっとね、その三輪さんに送った動画なんですけども、まあ実は限定公開っていう形で、公開をさせていただいてて、で、一緒に撮った仲間と相談したんですけども、まあ、一応ね、みんなに見せてもいいんじゃないかと、宮さんを思う気持ちがある方にね、まあ見てほしいなと思ってね、まあ、自分で言うのもあれなんだけど、まあ、個人で作った動画にしては、ね、なかなかいいクオリティは出せたのかなと、まあもちろんプロに比べれば全然なんですけども、まあ僕含めね、まあ、参加していただいた方々は、まあ皆さんやっぱり涙を流すぐらいの感じになったし、宮さん自体も、もう泣いてしまいましたよと、いうお言葉をいただくような動画になってるんで、まあね、さっき喋ったけど、僕の独断でね、まあ独断と偏見で選ばせていただいたメンツで撮ってるので、まあね、仲間外れとかはないから、まあ、みんな同じ気持ちだと思うんでね、まあその中で、まあ僕個人で選別した人たちにお願いをして、で、快く引き受けてくださってね、まあその方々には本当にありがとうございますという感謝の気持ちがすごい強いんですけど、なのでね、そういうね、気持ちを踏みにじられない方方に、この動画はね、見てほしいなと思ってるんで、まあ、見たい方は、僕のツイッターで DM をください。そしたら URL 送りますんでね。で、まあ、できればそれを拡散するっていうことはやめてほしいです。本当に。自分の中で収めてほしいなと思っていますんで、うん、そこのとこよろしくお願いします。まあ、限定公開にしてるっていうのも、普通の楽曲を少し入れ込んで作った動画になるんで、まあ、著作権保護でね、まあ、その著作権自体は、いいことになってるっぽかったんで、動画自体は消されることはないんだけど、変に拡散しちゃうと、ちょっと消される可能性もあるんでね。うん。まあ、見たいっていう方には URL を教えるんで、まあ、自分で見て感動してもらってね。まあ、そこだけで収めてほしいなと思いますんでね。
よろしくお願いします。運営さんとかも、もしあれだったら、まあ、こっちから送ることはしないんで、まあ、もし、運営さん僕の動画見てて、まあ、宮さんの存在は分かってると思うんでね、まあ、ちょっとや見てみたいなとかって思ったら、DM いただければ、URL 教えしますんでね。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回は宮さんの選別動画ということで、まあ、選別というか宮さんお覚悟動画でございました。いやー、まあ、無事ね、宮さんの一つ下まで、まあ、この時間帯ですけども、追っつくことができて、まあ、面白い、個人的にはいい動画に撮れたかなと思いますんで、まあ、楽しんでください。ちょっとルビー割りすぎたんでね、あれだけど。はい。ということでね、今回の動画良ければ、高評価、チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まあ、その、YouTube 見てて、その宮さんのね、動画見たいよっていう方、Twitter の方で DM いただければお渡ししますんで、Twitter の方もね、ぜひ見ていただければなと思います。じゃあね、ほんと宮さん、お疲れ様でございました。まあでも、まだ数日間はやるのかな。まだ Twitter とかにはいると思うんで、まあ、最後の最後までね、楽しんでいきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あのですね、さっきのね、最後のね、コメントをしてるときにね、正直僕自身泣きそうになりながらやっててね、気づきませんでした。ミヤさんがね、まあ、僕自身ツイートでね、めっちゃ悪いよみたいなツイートはしてたんで、分かってたと思うんですよ。ゆうたりんチャンネル応援してますよと、本当にありがとうございます。マジでね、今、目に涙が浮かんでます。本当にありがとう。もうね、本当宮さん大好きです。すごい寂しいけど、応援してます。皆さんのことも、ありがとうございました。またね、バイバイ。